キュッキュー、あやだよ。今日はなんと新しいおもちゃが来たのでね、それを紹介してからの後ろの棚を入れ替えていきたいと思います。名前わかんない。やっぱり今日カタカナがないわ。リトルショップだって。っていう、これはまあレジのおもちゃでございます。すごい可愛いんだよね。開けます。あ、すごい、もう行くよ、これちょっとカメラ下にしとこうか、ちょっと待って、まあ、いった。かわいい、いこ。え、ちゃんとレジだよ。レシートみたいなの出てくるし、え、想像こうやって可愛くて、今ちょっと衝撃の嵐。え、どうやってなんだろう。待って、なんか電池いるのかな、これ。なんか出てきたの、うぅ、組み立てるとこ組み立てていきたいと思います。うわー、すごい、押したら出てきた。とりあえず金、パッケージだね、これは。あ、おー、パッケージだとかこの機械に貼る。でもな、機械に貼るシール、正直貼んない方が可愛いと思うんだよね。貼んないでいこうかな。でも貼った方がいいのかな。貼んない、貼んない方がいいよね。機械にシール貼るやつってさ、ちっちゃい時にすごい、なんか大体それって失敗するパターン多かったっていうか、なんかそのシールが気に入らなくて、なんかやっぱ剥がすっていう、わかんないかな、みんな。シール貼っちゃったっていう、なんかシール貼るもんなんだけど、やっぱ貼っちゃったっていう、なんかないっすよね。こんな感じで、とりあえずこの電池入れないと話が始まらないようだ。電池だけ見てみます。何電池か。お、炭酸電池でございます。炭酸電池の皆さん、はーい。まあ、できたんじゃないかなという。これで電源を、はっ、見て見て、電気が入った。いえ、これは数字とか反応するのかな。あ、マイクっていうのはない、これ。マイクっていうのは反応してる、マイク。それはない、さすがに。あ、パス。あ、電卓みたいな感じ、これ。電卓やん。あれ、とりあえず電卓なの、これは。電卓だね。え、このキャッシュって回すと、テイン、タララっていって、これが出てきて、で、これは手動。これビューってなのかと思ったんですけど、これすいません。あ、もうこういう感じで、はい、電卓だね、これは。電卓として使えるんだ。はっ、ほんとにマイク、マイク、ちょっと待って、これで終わりっぽいから、まあ、だから今日はね、模様替えも一緒にやろうと思ったの。これでこの、おもちゃの紹介は終了ですけど、ちょっと待ってください。こう、マイクだけね、気になる。マイク。あ、この紙は取り替えできるらしい。あ、ありがとうございます。マイクは、あ、でも、一応反応することにはなってる。マイクロフォン。あ、いい、あ、へいへい、あ、はー、あれ、あー、来た。あ、長押しだ、これ。あー、来た、来てるよね、これ。パパパ、はー、すごい、これだ、こういうことだ。いらっしゃいませ、いってらっしゃい。ディズニーランドマイクが大きくなるとかさ、ちょっとしかなんない。あー、そんな感じで、今日は、マイクがついた電卓でした、じゃなくて、
レイジでした。これが新しいおもちゃなので、裏の背景を変えたいと思います。今回は大幅に変えたいなってなんか思ってるんで、大幅に変わらないかもしれないけど、かき氷とかね、今度動画にしたいからちょっと抜きたいんですよ。で、洗ったりして準備したいので、まあ変えていきたいと思います。できました。わーい。どうですか？ね、今回のポイントとしては、ちょっと上とか見えるうちに動画で使ったことあるいろんなものをこう置いてみたの。みんな、あーあの時のあれだっていう風になるといいなと思いまして、こっち見えるうちに動画の背景の列がここになりました。と、あとちょっと下があんま見えないことのが多いから、下はあんま物を置かないようにして変えてみたんですけど、ちょっとごちゃっと感が出て賑やかな感じになったんじゃないかなと思います。これからはこの背景でちょっとここ1ヶ月とか2ヶ月とかやっていくと思うので、ぜひ皆さん見てみてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この棚が良かったなと思ったりとか、あーこれ欲しいな、あれ欲しいなって思ったら、グッドボタンを押しても押さなくてもどっちでもいいです。それでは今日はこの辺で、皆さんバイバイ。レジは良かった。レジはショップキンズとめちゃくちゃ合って良かったです。もうショップキンズのものなんじゃないかって、ショップキンズがこのレジをものにしに来てるから気に入った。